こんにちは、ブルーホースです。本日もやってまいりましょう。マリオカートオールコース、オール1位取るまでやめまっけーということで、ロサンゼルスコースと、まあ、早速見られるサンタモニカですね。サンタモニカね、今2024年でしょう。5年前に行ったかな、5年前に。うん、あのね、またやっちまった。本当に下手くそだな。なんでだろうな。うん、まあ元々下手くそなんだけどさ、ずっと下手くそなんだけど、まあそれはいいんだけど、そうそう、あのね、ビッグブルーバスっていうのにロサンゼルス空港から乗ると1本で行けるんですよ。でその時に乗ったのがビッグブルーバス、その中に日本じゃ見かけない、あんまり見かけない、日本で見たことないな。そういえば俺もバスが2台がね、電車のなんかつなぎ目みたいな感じで、なんかすごい爆発した、なんかすごいボヨ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 ってなってた。そう、うん、だから要するに2台分のバスがなんか縦に繋がってますぜみたいな、そんなイメージを持ってもらったらいいんですけど、間が電車のあれ何なんて言ったらいいの、なんか繋がってるやつみたいな、別車両に行くための繋がりみたいな、そういう感じになってるってやつですね。あ、これ3周とも違うコースになるのか。マリオエキスポってやってる。へぇー。よいしょー。そう。スタジアム、これドジャーススタジアムかな。うん。直接は言ってないけど、あれで、ロサンゼルス視聴者から見た。うん。ロサンゼルス視聴者から見えるんですよ。で、ロサンゼルス視聴者から歩いていくと、無料で入れる、美術館があったりとか、あとロサンゼルス図書館ってなったりとか、あとはあれですよ。今名前変わっちゃった、昔、レイカーズの本拠地、昔とか今もレイカーズとクリッパーズの本拠地なんだけど、名前なんだったっけな、ステープルズセンターなんだよね。ステープルズセンターなんだけど、シンガポールかなんかの会社が買い取って、わかんなくなっちゃったんだけどね、名前が。ただ、超ダサくなった記憶だけはある。おう、3週目ですね。おう、で、これあれで、ロサンゼルス開拓期、あれだね、ゴールドラッシュの時代ですね。ゴールドラッシュの時代に急になって、はい、どーん、残念でした。甘いわ。甘いわ。残念。防御は2つ用意しておくものですよ。ひょ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 。どーん。これ潰されるとドンパッチになっちゃうのかな。ペラン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 ペラララン。マリオストーリー。オッケー、アイテム2つ取って、防御が1個は心もとないが、まあ、なんとかなるだろう。ほんでこっち進んでいくと、まあでも懐かしいな。もう5年前か、まあ一応4年前にもね、4年半前か、5年前と4年半前にも一応行ってはいるんですよ。新婚旅行でね、行ったりとかしてるんでね。うん、新婚旅行はロサンゼルス3日行って、デート3日間ハワイ行ってってね、誰得の情報なんて話なんだけど、ハワイ行くときにはね、次に皆さんは大体さ、オアフ島のホノルル方向に行くでしょ。だから地図真上から見たときに、ホノルル空港があって、右側に行くと、そうホノルル空港か。行くとな、右側に、ほら、あれじゃないですか、ね、オアフ島じゃなくて、ホノルルがね。その逆の方向に行くと、アウラニっていうところなんですけど、そのアウラニの地域にあるホテルに泊まったんですよ。そこがディズニーホテルでして、アウラニリゾートディズニー、アウラニディズニーリゾートだったかな、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、やばいな、こんな、名前忘れた、ホテル何だったっけって、嫁さんに言ったら、なんか、ちょっと、あんたもうそんなことも記憶にないのって、なんか、ツッコミを受けちゃいそうな気もするけど、あ、ちょ、あれなんだこのステージ、やったことないと、こんな怖いステージなんだ。ヘイホーヘイホー、仕事がすっげーぞ。でね、そこに行くと、ディズニーキャラプラス、いつものそのドナルドとかデイジーとか、ミッキーとかミニー、プルートが5つ、かつですね、スティッチとか、それからモアナみたいに、あれですわ、ハワイに ゆかりのあるキャラが出てくるっていう感じなんですよね。うん。で、そこに、いついつの、どこどこに行けば、サインとか写真とかもらえますよみたいなんで、で、今はもうそのキャンペーンやってるか分かんない、もう4年前だからね、さすがにやってないの可能性はあるけど、なんか宿泊者キャンペーンみたいな感じで、絵がもらえたんですよ。絵をもらって、でその周りにサインを書いてもらうと、まあ本当に世界で1枚しかないオリジナルのなんかサイン付きの絵になるみたいな、なんかそんな感じなんですよね。誰かったかな、なんか誰かさんにもらったんだね、絵がね。うんうん、という感じなので、まあ、ぜひですね、行ってみるといいと思います。一番、まあ、僕ら言うても新婚旅行のパッケージのあれで泊まったので、ホテル単体で泊まってない、ホテル単体でその予約したわけじゃないから、一泊あたりいくらかあっていうのは残念ながらちょっと未把握なんですけど、ちょっとなんか行けない。そう、一応、まあ、大体目安最低一泊8万円とかかな。まあでもね、なんか、なんだっけ、専用のコースターとか買う、コースターだけなんか買うと、コースターじゃない、なんだっけ、なんか、ドリンク入れるやつ、うん、
を買うと、あの、一生飲み放題だし、ジュースも、うん、ジュースとか水とか一生飲み放題なのと、あとあれですわ。あと、そのディズニーキャラとね、挨拶がどこでかしこでも何回でもできるっていうね、ところもあるので、まあ、1泊8万円くらい払いなさいよって。ちょっとなんか一応、部屋を買うこともできたりとか、あの、家族の、なんか、コテージじゃないけど、コテージじゃないな、あれなってたねのかな、ちょっとわかんないけど、ぬこぬこ岬。うん。まあ、なんかあの、家族で泊まるような、あの、ちょっとしたビップ部屋みたいなのもあったりするから、そこを、あの、カーッとくことっていうのもできますね。はい。なんか、何百万っていう額だったかな。まあ、あの、あれは多分、あの、セレブのお買い物になると思うんだけど、まあ、そこにね、まず行くためにね、まず片道10万とかかかったりするからね。うん。やばいな。なんかこのコースはダメな気がしてきた。ダメぽような気がしてきたね。よいしょー。はい。1位早くない？アイテムが取れない。アイテムが取れないぽよ。ちょ、待って。まずステージ把握から。これ合ってるね。一応合ってる。おー、なんかすげえ。沢になって閉じろ。 OK、 1早っということで、始末しましょう。ほい、よいしょー。あー、流される。なんか甲羅浮いてると思ったらあれか、ゴールか。一瞬長っ。よいしょー。 OK、 よいで、一応ね、あのね、NBA をレイカーズとかクリッパーズとか見に行ってみたいですよっていう方はですね、まあ今オフシーズンだけど、しばき倒すぞ、クソトムが。よいしょ。OK。あ、ちょ、本当にひどいな。このステージむずいな。ステージというか、コースっていう言い方が正しいんだろうな、きっとな。アイテム取れないし、これマジでなんかこういうアトラクションあったら楽しそう。二個とも俺のものだ。ちょ。よいしょ。そしてアイテムが取れない。あー、お前この野郎。あ。うわー、ちょっと待って、ミスった。あれは今扱うべきじゃなかった。ちょっと待って、やばい。ノコノコ岬、なんか今までやったステージの中でダントツでむずいぞ。あの新ステージの中では。いやー、でもどうだろうな。あれ、なんか急に遅かったけど、なんか食らったー。ん？あー、お前、結局お前かよ。よいしょ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 。あんたアイテムが1個しか手に入らないしよ。ほら、アイテムはもういい。やっぱり欲しい。でも手に入らない。ないものねだり、仕方ない。降ります。下ります。さーて、ここにキノコはないのかな。こんな夜更けにバナナかな、後ろ。よいしょ。オッケー、あれなんか爆発しなかった。そう。よいしょー。ほらほらほら、もうちょっとでゴールか。もうちょっとでゴールだね。もうちょっとでゴール。危ない。よっしゃー、ありがとうございましたー。いやー、今回は順調。でもね、ラストステージでっていうのが、もう一番メンタルくるから、なんですけど、そうだ。あ、ちょっと待って、コントローラーめっちゃ落としたわ。少々待ちよ。危ね。今の衝撃であれかな？大丈夫かな？コントローラーが急にバグり始めて、俺はもう10人しか取ることができなくなっちゃいましたとかならないのか、ちょっと注意しなきゃいけないけど。チャーチャカチャー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 。なんて、バンクーバーバレー？オリンピックかな？今咲き誇る花たちよ。天高く羽ばたけ、愛すべきその未来。違うな、歌詞が違うな。世界をチャチャチャラチャラチャチャチャラチャ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 。おめえ、この野郎、どこ進んでいくか俺分かってねえんだから、お手柔らかに頼みますよ。おぶち殺しますよ。急に柄が悪い。よっしゃ、さよなら。あれ、ちょっと待って、倒せてないぞ。なんてやろう。おーら、俺の後ろに来い。オッケー、さよなら。ベイビーだろうが、なんだろうが、俺の前に立ちはだかるやつは、何人たりとも許しませんぜ。ということで、こっち行って。みんなのさ、ぜひさ、お願いしたいのがさ、コメントでどの海外に行ったのが、
楽しかったかっていうのをぜひ教えてほしい。マジです。マジでね、心の底からそれね、興味ある。うん。やっぱ海外旅行、まあ今ちょっとアメリカに行くのはね、雷に打たれるからちょっとしんどいんだけど、とはいえながら、いいって言ってもさ、やっぱ、旅行ってその人生の楽しみの中でも大きなウェイトを僕の場合は占めてるわけですよね。まあ家の中で、楽しむのが好きですっていう人とかも多いかもしれないけど、僕はどっちかっていうと、まあいろんなところに飛び出してって旅行に行くとかっていうのがすごい好きというか楽しいから、ぜひねそれをやりたいんですよね。うん、だから海外だったらここ行くのがおすすめっすよっていうのをぜひ教えてもらえたら、まあ今ちょっと子育てであれだけど、ちょっとしたためておいて、まあ、あれ全然違うとこ行ってた。うわ、あんなコースの作りちょっと卑怯だべや。そしてなんでお前がショートカットできるような武器を持ってんだ。おかしいだろ、トラック。やばい。急にやばいことになった。これ間に合うか間に合うか。おら、届け。暗わなかった。残念でした。よいしょ。あ、ちょ。スリップストリーム。よし、ちょっと待って。どこ行った ?1 野郎。1やろ、どこ行った？いた。ちょっと待って。ちょっと危ない。前、目の前にバナナあるの危ない。このタイミングかよー。あ、俺は全員くらえ。あ、俺は、そして俺はこれで逃げる。よいしょー。ちょ。逃げ切れ。よし。なんで前に投げたー。しゃー、危ねー。競馬だったら差し切ることができませんでしたな。ああ、お主、我がタヌキバーギーの勝ちですよ。タヌキバーガー、イエス、はーい。なんかめっちゃ笑われて、カメラ遮られたけど、目の前に入ってくるんじゃないわよ、このおたんこなすね。ああ、よかった。勝った、カミラ。いやー、結局ね、最後のね、あの線を、あ、間違えた。あー、ボタン押しちゃった。間違えた。あ、ごめんなさい。ハイライト映像は、ダサいので、飛ばしましたということでございました。ということで。はい。そしたらですね、こちらで終了とさせていただきたいというふうに思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートも、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお待ちください。ではまた、バイバイ。